こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。玉田さん、こんにちは。こんにちは。あ、マルバサッカースクールのコーチの清水です。鎌本です。現在、はい、よろしくお願いします。お願いします。ます現在、玉田選手と一緒にスクールをやらせていただいてます。何かスクール生に向けてメッセージを送れればということで、今回初めて玉田選手と、インスタライブを配信させていただくことになりました。今回は玉田選手に、いろいろどんどん聞いていこうということで、スクール生からも質問を受けてます。今日はあの天気がものすごくいいので、あの屋外から配信させていただきます。ただちょっと風の影響を受けて、もしも聞こえづらいっていう場合は、もしかしたらあの場所移動したりとかっていうことも考えてます。あれですね、この鎌本コーチの髪の毛がどのぐらいなびくかっていうところで判断していくかもしれないので、そこを判断材料ね。結構ね、いい感じでね、今回、はい、風向きに合わせてあるんで、なびくと思うんで、お願いします。あの、玉田選手も気になったら言ってください。すぐ言うわ。はい、ありがとうございます。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、まず、玉田選手と、マルバが今、共同で、津田沼の方でスクールをやらせていただいてます、はい。で、まあ、まずは玉田選手に、なぜ、サッカースクールを開校したか。で、まあ、マルバと共同で、なんで共同でスクールを始めることにしたのかっていうのを、聞いてみようと思います。よろしくお願いします。はい。まあ、そうですね。まあ、生まれも育ちも僕、千葉で、習志野高校に通ってたから、まあ、津田沼っていうのはよく行く町でもあったし、まあ、そういうところで、少しでも子供たちにサッカーできる場を提供したかったし、たくさんいい選手が育てたいなという気持ちもあって、サッカースクールを始めたいなと思ったんですけど、まあ、その中でやったのがマルバサッカースクールで、いろいろ話していく中で、まあ、僕も結構こだわりのある方なんで、そういうこだわりの話をマルバと深い話をしたら、まあ、共感する部分がすごいたくさんあったんでね、一緒にやりたいなという気持ちになりました。ありがとうございます。おます。では、本日のテーマは、玉田選手がプロになるまで、まあ、サッカーを始めた頃から、まあ、できれば小中高校、まあ、プロになるまでの話を中心に、こちらでも用意してますので、どんどん答えていただこうかと。ありがとう。思います。はい。大丈夫かな、それで。はい。じゃ、気になったら鎌田君気にしてもらって。はい。早速お願いします。はい。じゃ、まずは、サッカーを始めたきっかけ。はい。どういう。きっかけは、はい。そうですね、5つ上の兄がいるんですけど、はい。その兄が始めたのが、始めていて、はい。で、僕も小さいながらに、兄と一緒にサッカーを蹴っていたら、もう本当にサッカーが好きになって、夢中になって、まあ、本当は小学校からしかサッカークラブなかったんですけど、まあ、兄がやっていたっていうことで、幼稚園生から、その小学生のクラブに入れさせてもらってました。ああ、ちなみに、どちらのチームかは聞かせてもらえますか？千葉県浦安市の入船少年サッカークラブっていうチームなんですけど。そうですよね。今あるのかな？どうだろう？今は、マルバが浦安でもスクールをやらせていただいてて、うん、まあ、玉田さんもご存知なんですけど、うん、チームが、ちょっとあの辺が、子供の人数が少し減ってきて、入船少年とグランノバとワンダーさんが、まあ、合併したような形で、CNS ナイトっていう形で今チーム自体は存続はしてます。ちょっと名前が学年にもよるんですけど変わりましたね。勉強不足だな俺。ちょっとその辺も気にしていただいて。すいません。入船にはいつまで。いや、高校の時もそこから学校に通ってました。ああ、はい。じゃあ、小学校のチームはずっと入船少年。ずっと少年で、はい、中学校は、市川に移って、はい、市川金塚。はい、俺、金塚って、はい、僕ん家の裏で練習してるの。え、家裏なの？はい。当時は、ところだよ、金塚のコートの、坂の途中にあるコート。ね、はい。めちゃくちゃ近所に僕の実家があります。そうだったの。当時って。なんで言ってなかったの？隠したの？
いや、ちょっと恥ずかしくて言えないですね。恥ずかしいことじゃないでしょ、別に。じゃあ、小学校の時は、どんな選手だったんですか？どんな選手？そうですね、小さい頃から僕、負けず嫌いだったし、はい。まあ、やんちゃな性格でもあったんで、はい。やりたい放題やってたと思います。好き勝手やってましたね。好きなあのプレーとか好きな選手とかそういうのいましたか？ありましたか？そうですね、僕、ドリブルがすごい好きで、ドリブルが上手い選手をずっと見てたんですよ。で、好きな選手はちょっとね、わからないと思うんだけど、みんな ラウドルップで分かる。ラウドルップ。ブライアンかミカエルか。ブライアンなんだよね。ブライアンですね。ああ、弟ですね。そう。その辺はもう、ああ、玉田選手と同い年なんで。まあ、この二人は分かるけどね。子供たち見ても分かんないでしょ。ちょっと今の子供たちはどうですかね。ちょっと YouTube とかにね、出てる。玉田さん、コメントしてますよ、入ってます。いや、いいですね。知ってますよ。左利きの方が入ってます。いい反応ですね、これ。ブライアンって左利きじゃないでしょ。ちょっとそこが、そこまでは記憶が。多分右利きだと思うんだよね。兄弟は神戸かな。神戸いましたね、ミカエルね。そう、ミカエルはちょっと上の方で、弟の方が、92年のユーロがすごい印象に残ってて、俺は。その時デンマーク優勝したでしょ。その時にブライアン・ラウドップがすごい好きで、そっから11番が好きになった。はぁ、じゃあそれで背番号が。そう。そうなんだ。玉田選手、歴史がね、凍り出せましたね。もう一個じゃあ、いいですか？はい。はい。対戦して一番すごかった選手は？聞いてみたい、確かに。日本ってこと？じゃあ日本と海外と、もし複数いれば、ぜひ。日本であれば、まあ、高校の時に一番衝撃を受けたのが、やっぱ小野伸二選手ですね。小野伸二選手と、あと、小笠原光男。はぁ。どの辺が？やっぱボール全然取れないし、なんか噂では聞いてたんですけど、まあ、小野伸二選手は清水商業、もう本当強くて、いつも8対0とか、それぐらいで負けてて、もう叶わないなと思ってたし、あとは小笠原選手は、大船渡高校っていう、あまり、なんだろう、全国的には強くないチームなんですけど、まあ、一人であれだけやれちゃうんだっていうのはすごい印象残ってますね。そうなんですね、やっぱり。では、海外の選手ではいますか？海外で言ったらやっぱりロナウジーノですね。ロナウジーノとロビーニョがすごかったよ。はぁ。両方ブラジル代表ですけど、まあ、本当に楽しそうにサッカーやってるし、まあ、これ見習わなきゃなっていう気持ちにさせてくれました。実際に戦ってきてるわけですからね、本当に。ああいう選手、まあ、コテンパンにやられてるんだけどね、毎試合。いやーでもわー、ブラジル代表から点数取ってますからね。いや、どういう気持ちでしたか？あの時はもう本当、心は無です。そんなに鮮明に覚えてないのが本音ですね。いや、あれはでもね、もう本当に歴史に残っているゴールなので、はい、まあ、スクール生もう見たことない子がいたらもう絶対に見た方がいいですね。ね。あのゴール。はい。あの飛び出しからのニアハイへの一発はもう、たまんないですね。まあそういう経験もね、させてもらってるんで、そういうのをね、スクール生にもね、少しでも教えられたらなとは思います。ぜひじゃあ、スクールにも来てください。行かせてもらいます。ありがとうございます。では、